データは全て揃った。いよいよ箱を開く時が来たようだ。ラプラスプログラム、ラプラスプログラム。ブレイクミッションと同じくインダストリアル7のコロニービルダーメガラニカでの戦いでね、フルフロンタル大佐との戦いになるのよね。他にブレイクミッションと変わったことは？ラプラスの箱が開けられたってことかな。さてそろそろはっきりさせましょうか。その中には何が入っているの？いいだろう、答えよう。宇宙世紀100年の呪い、その正体。ラプラスの箱の正体を知った袖付きはどう動いているの？ミッションはまさにその争奪戦の最中だ。フルフロンタルは拠点攻略用の巨大モビルアーマーまで持ち出してきている。この時代のジオング、ネオジオングね。対するは2機の RX-0、 ユニコーンガンダム、そして黒いユニコーンことバンシーノルン、バナージリンクス君とリディ・マーセナス少尉さんだね。ジオンの亡霊に打ち勝つためには一角獣と獅子の力が必要になるということだ。リディ少尉、大丈夫なの？以前会った時は戦争やガンダムへの憎しみで自暴自棄に。問題ない、獅子は目覚めた。12番目の見つかりの献身によって。何のこと？いえ、誰のこと？ミノ姉さん、小隊長さん、行こう。呪いとなってしまった100年前の祈りを解放するためにね。フルフロンタ、ユニコーンを使いこなしている。見事だ。ヘイユー、陣列から離れるなよ。アレックスのクリスチーナ・マッケンジーです。援護します。バナージ、ユニコーンにバンシーノルン、リディ少尉大丈夫なんですか？俺は彼女マリーダ・クリスの声を確かに聞いた。それまで名前も知らなかった彼女の声。あれ、この優しい感じ何？マリーダ注意？彼女の思念がサイコフレームを通してこの宙域に拡散しているのだ。これがニュータイプの感応、分かり合えるんだ。そういう可能性も人にはあるんだ。天田少尉も敵味方が分かり合うことはできるって。守ると言いながら俺は守る相手を信じていなかった。みんなを失望させて何もかもなくしてしまった。少尉さん、その可能性を持つ獣がユニコーン、そしてバンシーだよ。一角獣が覚醒し黒き獅子の帰還も果たされた今。ああ、バナージュはやってみせた。そしてマリーダも、俺だって乗りこなしてみせるさ。行くぞ小隊長、バナージュを助ける。そこ、まだ行け、行け。そこだ、展開。こいつは名誉勲章分だ。当てる、行け。ナイスファイトだぜ。まだなのか、直撃させる。そこだ、頼むぞ。騙す、当てる。そこだ、やってくれ。もらった。あー、そこ、行け。
スファイトだぜ。いけ、オールレンジ攻撃、いけ、まだだ、ジャリア、ザッソー、そこだ、だけが生み出しているものじゃない。あなたにだって伝わっているんでしょ。みんなの熱が、この光が、人の中から発した光、この温かさを持ったものが虚しいな。あれ、ユニコーンガンダムどうなってるの。 RX0 は人の心に反応するシステムを持っている。あなたの心が、これでおしまいに十分。侮りすぎていたようだな。マリーダさん、危険な力だ、済ませてもらう。これは俺が奪ってしまった彼女の光だ。お前どうということはない。両足を抱え、足が取れると確かにジオングっぽい。あれはヒクルムブースターだよ。それで機動力を下げられるといいんだけど。ネオジオングにとってブースターなど飾りにすぎる。これからだ。人の総意に偽たるこの私が君たちを粛清させてもらう。偽たなんて、たとえ作り物であっても人はそんなものになれませんよ。その仮面の下にあるものを吐き出せ、フルフロンタル。本当にシャア総帥じゃないの。別人であることに間違いはない。彼は、あれはどういうことだ。両腕を破壊したと思ったら、背中にもまだ4本腕がついてるの。まだまだ戦いはこれからだよ。フロンタ、一体何を。このハルユニットには強烈な武装がまだ隠されてる。油断しないで。大丈夫、力を合わせれば乗り切れます。まだ向かってくるか、人の総意たるこの私に。フロンタル大佐の言う総意って、宇宙移民者、そしてシャア総帥のという意味合いが強いだろう。人の思念を集約するサイコフレームによって、私個人ではなく人という総意が語るのだ。フォロワイだな、行くぞ。あ、みんな背中の輪っかから生じるエネルギー波に触れないようにして。戦力を奪うという意志により兵装が使えなくなると。ゴッドガンダムみたいになってるけど、あれはサイコシャード発生機。サイコフレームの共鳴現象を使ったサイコミ兵器。ナノサイズのコンピュータチップを探し、人の意志を組み出せるサイコフィールドを作り出す。好きにはさせない。まさかアクシズショックを起こした光、あの奇跡、こんなものに使うのか。戦いは権威ではない結果だよ、マーセナス少尉。誰もそんな結果は求めちゃいない。可能性があればそれでいいんだ。人の持つ可能性を俺は信じたい。そうか、これは可能性を信じることと完全に否定することの戦いなのね。そいつを呪いにしちまうか、可能性にできるか、それは君が言う可能性というやつは争いを引き起こす毒になることもあると自覚した方がいい。それでも
奇跡もまた繰り返す。そして何も変わらない。見ろバナージ君。強制ブレイクアウト。ハル君、どう？トゥルーミッション再登録完了。さくら、ミッション成功だ。さくら、これで成功なの？フロンタル大佐、最後に何かをしようとしてたけど、あの光は一体？人の感応波を増幅するサイコフレーム同士の共鳴、それによってバナージ君とフロンタル大佐さんは宇宙の記憶を垣間見ることになるんだよ。宇宙の記憶？そのごく一部とその先に続くものだ。終着点は時の終わり、この世の果てと言ってもいいだろう。時間すら流れを止めた完全なる虚無。フロンタル大佐さんは人の命をただ存在し消えていくだけのものと言っていたよね。未来を否定する考え方。そんなものをバナージ君に見せてどうしようっていうの？諦めさせようとしたんだよ。人間の可能性を信じるのは無駄だってね。フルフロンタル大佐はネオジオン総帥シャア・アズナブルではない。大佐本人が言っていたように、彼は人々、宇宙に生きる者たちの総意足らんとした。その思いが行き着く先が時の終わりだっていうの？バナージ死ぬな。箱をめぐる戦いは、人の未来に絶望した器と可能性を信じたニュータイプの戦いでもあった。そしてバナージ君は戻ってきた。冷たい絶望の闇を見せられても、それでも人の心の光を信じてね。最後に勝ったのは可能性の獣だったのね。あ、ラプラスの箱、オリジナルの宇宙世紀憲章はどうなったの？ミネバラオザビ様が全地球圏へ向けてその真実、レプリカに記載されていない条文を発表したんだよ。コロニーレーザーまで使って暴走を中止させようとした連邦軍の妨害を、バナージ君とリリー少尉さんが全て跳ねのけてね。でもそんなのを発表したら大混乱になるんじゃ。100年にわたる呪いを解くにはそれしかない。そうでなければそれは解かれぬまま風化していく。それじゃ意味がないとミネバラオザビは判断したということなのね。実際宇宙世紀の歴史はこれからも続いていく。そしてそこにはやっぱりガンダムがいるんだよ。サイコフレームが描く虹の彼方にね。